皆さんの使えるお金を増やしていく減税以外に何がありますか。社会保険料、今みたいな社会的状況でこれ今まで待ってた分払えってこと始まってんです。潰れますよそんなことしたら。事業者倒れる、減免しないとダメなんですよ。そういうことを言うと、誰だあれ、名前忘れるわ、すぐ総理大臣変わるから、岸田さんすいません、もうしかも存在感ないでしょ、透明人間みたいな存在なんですよ。味のないスパゲティって私呼んでんです、あの人のことで。味のないスパゲティ、存在感がないからどんどんエグいことやっていくんですね。はっきり言うとこれまでよりもかなりエグいこといっぱいやってます。あの人が言うこともあります。18番何か、成長そして分配みたいな、分かってないんです。30年成長してない国でどうやって成長するの。その後の分配なんていつの話ですかってことなんです。子供の7人に1人貧困、10代から30代まで、これ死ぬ原因の1位、自死ですよ。こんな状況にしたのが政治ならば、その状況を変えられるのも政治なんです。でも投票は4割捨ててしまう。地方議会に関しては6割票捨ててしまう。これちょっと勝負する前に勝負あったなんですよ。もったいないもったいない、ひっくり返してやりましょうよ。景気なんてよくできるんですよ、当たり前じゃないですか。この地域に需要を管理してみんなで潤うってことは、地域のことでもいろいろできるんですね。調整基金というものが自由に使える基金があるんですけども、これ豊島区200億円ありますよ。でなんで200億円貯めてるのかって聞いたら、大きな災害が来た時に備えていると言いました。でもそんなこと来たら国がお金払いますよね。だからこの200億円きちんと皆さんのために活用していただきたいということを私は要望をしておりますし、さらにさらに言っていきたいと思います。もともと編集とかやられていて、で私の取材とかしてくださった人なんですね。さまざまこの社会問題に関しての幅広く編集者として、いろんな方々の話を聞いてきた。実際に足を運んでその現場どういう状態になってるかっていうものを確実に何年も積み重ねた上で政治の舞台に上がってるんですね。どうか豊島区議会議員に塚田久子にあなたのお力を貸していただきたいんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。